はいえー、アクセスを集めるのにねものすごく大切な方法っていうのは毎日発信すするっていうその安心感ですかね、あのー、毎朝ライブ放送してて思うんですけどもまあ大体同じような人が毎日見てきてくださるんですよで毎日見に来てくださる方っていうのはその瞬間見れる体制なんでしょうねきっと、まあ、ですんでずっと見に来てくださってでそのうちに、あのー、たまたま見に来てくれた人がそこに参加するみたいな感じで。 ずっと維持されているのが私のライブ放送の視聴者さんなんですよねで中のおね視聴者さんというのはどんどん入れ替わるんですけどもまあでもね常に誰か来てるだろうっていう発信する方の安心感もあってでそこに対して一定の信頼関係ができるからそこでセールすると売れるっていう流れができるのかなと思うんですよだからそれに気づいた人は、まあ、私のそのライブ放送に足ひげく来て コメントを書く人とか視聴者さんの中で目立つ人間になってプラスアルファで私の T アップを受けてねビジネスを成功させるって流れがありますねこれってのはもう山口入りの時代と同じですねだからこれをするかどうかだと思うんですけどもね集客がやっぱりこうアクセスがねやっぱり多くの人の障害になっていると思いますからね